The Rock ドウェイン・ジョンソン、またの名を。彼はね、俳優だよね。最も有名な俳優の一人。彼は45歳、今ね。189センチ。今日の話題は、ま、彼がナチュラルかどうかということなんだけど、彼はすごい有名で、インスタグラムのフォロワーに至っては9700万人いるから、すごい有名だよね。もういろんなボディービルダーも彼をフォローしてるんだけど、実は。うん。で、彼は、あの、お父さんとも、 お父さんもおじいちゃんもプロレスラーでその3代渡ってのプロレスラーだったっていうのもすごい有名な例なんだけど、まあ、彼は高校大学とアメリカンフットボールをしてたんだよねアメリカンフットボールで彼が前インタビューかなんかで受けてたのを見,見たのを記事で見たんだけど彼はこう言ってた僕はね高校のあ違う大学のフットボールのチームメートとステ,ロステロイドを試したことがあるんだと言ってたんだよだけど全く効果がなかったって言ってたの。 なぬって思うじゃん。ステロイドが効果がないってことはありえないんだよ。でも、それきり使ってないって言ってるんだよね。でも、よくよく考えてほしいのは、彼の現役時代、特に髪があった時、がっつりプロレスラーだった時と比べて、今の方が全然大きいってことなんだよね。ここが大事なの。だから、まあ、俺の意見を先に言うと、彼がナチュラルっていうことは、 一概には言えないと思う。可能性はあるってこと。なぜかっていうと、そのプロレスラー、まあ海外のプロレスラーは特に、まあステロイドを、まあステロイドを悪く言うつもりはないんだけど、使ってる人も多いじゃん。で、今は俳優で体資本のその大会とか出てるわけじゃないから、そのステロイドを使っちゃいけないってことは絶対ないんだよ。だから、 彼はは一概にナチュラルとと言えないと思うででこの大きさでしょまあ父親を見てもらったら分かる通りすごいいい遺伝子を持ってる。で彼はまあすごい身長が高い 189cm あるからすごい誰が見てもかっこいい体なんだけどまあだから何が言いたいかっていうと彼はねナチュラルではないかなと俺は思うんだよね。まあ俳優で結構そういうのをやってる人も多いし、まあ、ラスボスみたいな感じの役柄で出る。 場合も多いから彼は彼はねナチュラルではないかなと俺は思う。体を大きく見せるのが大事。うん、今で、髪がないのはかっこいいよね。で、彼はあのミスター・オリンピアとかもイルフィースにトロフィー渡したりしてて、すごい。ボディービルにもちゃんと介入してきてるから、そこはいいと思うよね。うん。で、彼はしっかりトレーニングを。それこそ、まあ、だからナチュラルの可能性もあるけど、すっごいちゃんと筋トレしてるから。でも うん、一概には言えないその理由が2つあってまあ俳優で大きく見せるって面ともう1つがその現役時代から比べての体の大きさ、うん、で俺が彼に言いたいのはその僧帽筋をくれっていうこととその腕回りをくれっていうそ,そこだけかなあと身長も1 0ンチぐらい分けてほしいよね身長1 0ンチ分けられても179じゃんその人は <laughs> いいなって思うよねうんで彼の、まあ映画とか 声優とかの活躍には今後も期待ですねでみんなの意見がこれは聞きたくてあの自分はちょっと疑,疑ってる別に全く悪いとかそういうことはないんだけどね彼のその立場上うんみんなのどう思うかここについてどう思うかまあ有名な俳優とかのそういう疑惑の例も結構知ってる人はコメントください、うん、ではまた